ジャルジーニョ・ホーゼン・ストライクは、スリナムの男性総合格闘家、元キックボクサー、パラマリボ出身、アメリカ合衆国フロリダ州在住、アメリカントップチーム所属。UFC 世界ヘビー級ランキング6位、スリナム人発の UFC 選手、英語圏では、ジャルジーニョ・ローゼン・ストライクと発音される。スリナムのパラマリボで生まれ、17歳の時に、 地元のジムでキックボクシングをはじめ、プロキックボクシングでは85戦76勝の記録を残した。その後総合格闘技に転身し、2012年にプロ総合格闘技デビュー。2018年5月6日、大臣10でアンドレイ・コバレフと対戦し、2から1の判定勝ち。2019年2月2日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト。 アサンサオ VS、モライス2で、ジュニオール・アルビニと対戦し、パウンドで西小勝ち。2019年6月22日、UFC ファイトナイト、モカーノ VS、コリアンゾンビで、アレン・クラウダーと対戦し、試合開始直後に、左ジャブでダウンを奪い、追撃のパウンドでわずか9秒の小勝ち。パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年11月2日、 UFC244 で、元 UFC 世界ヘビー級王者のアンドレー・アルルフスキーと対戦し、試合開始29秒に、カウンターの左フックで小勝ち。2019年12月7日、UFC オン ESPN、オーバーム VS、ラザンストロでヘビー級ランキング6位のアリスター、オーフレームと対戦。再三テイクダウンを奪われ、グラウンドの攻防で劣勢となっていたが、 試合終了間際に飛び込んでの右フックで逆転の 5RKO 勝ち。2020年5月9日、UFC249 でヘビー級ランキング2位のフランシスガヌーと対戦し、左フックからのパウンドで開始20秒の小負け。キャリア11戦目にして初黒星を喫した。2020年8日15日、UFC252 でヘビー級ランキング5位の ジュニー・オールドス・サントスと対戦し、左フックでダウンを奪いパウンドで西小勝ち。2021年2月27日、UFC ファイトナイト、ラザンストロ VS、ゲインで、ヘビー級ランキング7位のシリル・ガーヌと対戦。ガーヌのスピーディーな打撃に対応することができず、0から3のはあ r 判定負け。2021年6月5日、UFC ファイトナイト、ラザンストロ VS。 サカイでヘビー級ランキング9位のアウグストサカイと対戦し、右フックでダウンを奪いパウンドで1四個勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2021年9月25日、UFC266 でヘビー級ランキング4位のカーティス・ブレイズと対戦し、0から3の判定負け。ありがとうございます。